はい、どうも皆さん、こんにちは。まあ、実際にはおはようございますですね。今、朝の6時半なんで。でね、前回の動画で、サラミを茹でてみた。カルパスを茹でて、その3回茹でて、どれぐらいまだ油が残ってるかとかいうのをやってみたんですけども、今回はその3回目に、輸出した油の、サラミ汁みたいなやつで、ラーメンを作ったらどうなるかというのをやってみたいと思います。今ここにあるのがその時のやつなんですけど、まああるじゃないですか。韓国でさ、こうだしだっていう、なんか赤いの見たことないですか？だしだって。結局あれもお肉から取ってるだしなんで、美味しい、何こう鍋とかに入れたりとかするんですよ、味の素的な。はい、材料はこんな感じです。本当はね、玉ねぎとか 声が裏返った 本当はね、玉ねぎとか入れてもいいと思うんですけど、まあちょっと朝なんでめんどくさいんで、まあ、この4種で作っていきたいと思います。はい、まずはお湯を沸騰させて、そっからですね、話はね、まあこの間ね、玉ねぎ切ってもいいと思いますけど、僕はちょっと朝の準備がまだなのでしたいと思います。今ね、材料を作ってる途中なんですけども、僕ね、おすすめしたいのはね、ちょっと実はこれなんですよ。今こういうウインナーとかを切ってるんですけど、まな板とかを汚したくない人はこういうのを使った方がいいですね。これは単純に取れねえ、一人じゃ無理だ。あ、三脚じゃないと無理だ、これ。こういうこと。これで、まあ、斜めにして、チョキンってやると、まな板汚さなくて済みますよ、みたいな。簡単なカットならこれでいいかな、というふうに思います。これ名前はよくわかりません。音聞こえます？これ。バチバチ言ってるんですよね、何か。何がバチバチ言ってんだろう、これ。油の、なんかちょっとこれ、危険な賭けじゃねえか、ちょっと。油の量が多すぎて、茹でる時の沸き方じゃない、これ。大丈夫？茹でる時じゃない、これ揚げる時の油じゃない、これ。沸き方変だよ、これ。もたれそう。まあ、いや、じゃあ透過していきましょう。じゃあ材料ね。はい、ざっくりですけど全体的に全部入れました。もう味も入れちゃってます。なのでこのままちょっと待ちたいと思います。待たせたな。こんな感じに仕上がってきました。どうですか？期待値としては高くないですか？楽しみですね、これは。もうちょっと置いてみます。待てないな。じゃーん、完成しました。ちょっと茹ですぎちゃったかな。いや、そんなことないか。早速食べてみましょう。はい、これ見てもらったら分かるんですけどね、結構ね、油がこう浮いてるのが見えるんですね、この辺とか。なんかね、味っていうか、まあ見た目というか、感覚としては、締めに食べる、鍋に入れるラーメン、まあ匂いはいいのでね、期待はできましょう。できましょう。いってみよう。何が違うかな、普通の辛ラーメンと。すげえ湯気。うん。いや、普通に美味しい。普通に美味しいですけど、確かに深みが出たっていう感じはしますね。肉特有の肉臭さはないんですけど、ちょっとでも味で、多分そのカルパスにそもそも含まれてる塩分っていうのが、あそこでもまた抽出されてるので、味が若干濃いっていうのはありますけど、味としては全然美味しいです。 多分美味しくなってます。やってみる人はすごくいいかもしれないですね。なんかね、でもね、麺にね、すごいね、油が絡みついてる感じです。まあ言ったっては、普通にラーメン食べるよりよっぽどいいですよ。あっちの方が全然油多いと思うんで。普通に美味しい。ああ、いいですね。おすすめ。もし時間がある人はね、ぜひやってみてください。やってみてくださいっていうか、カルパスがそもそも味が濃いとか油濃いか食べたくない
だったらちょっと茹でてみてもそれだけでもいいと思いますけど、残ったやつでラーメンとか作るのもなかなか美味しいかなと思います。いいアイデアだったかななんてね。じゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。